皆さんこんにちは、あきです。つむじ風。はい、今日はですね、今までね、動画に結構いろいろ触れてくれてたバイク屋の店長、新しい店舗でね、営業が始まったので遊びに行ってきちゃいました。メンテナンスとかもいろいろやってもらってたんですけど、とあることでちょっと店長をね、驚かせようと思ってあることをしてきました。店長についてね、知らない方もいると思うんで、こんな感じでいろいろ出てるんで、よかったら見てみてください。私はGSX250R っていうバイクと、ハンターカブ、レイダー J っていうバイクを今持ってるんですけど、レイダー J に関してはね、本当店長のおかげで買ったと言っても過言ではないです。まあある意味買わされたんじゃねえかなみたいな部分もちょっと若干あるんですけど、そのお店に行った日がちょっと風がね、ものすごい強くて、もうこんなになってたんで、バイクで行くのはやめて電車で行きました。当日はこの後お店からの映像になっちゃうんですけど、ご了承ください。それでは映像をどうぞ。バイドメン、いらっしゃい。はい、お店到着しました。強風、まあまあ遠かった。まだちょっと開店前なんで、まだ閉まってます。店長が電気がついてる。あれどこだ、見えない。あれ、店長いるって言ったんだけどな。いた。店長開けて。お邪魔させてもらいます。はい、今しれっと入ったけど、めっちゃ綺麗、すげえ、匂いがめっちゃ新鮮ですよ。新しい、そうです、めっちゃ広、すげえかっこいいっすね。いや別に店長のことを褒めてるわけじゃないです。あ、違うんだ。はい、まあね、同じようなもんだから。バイクなって。お邪魔します。何かを探してた。あ、鉄とバイク買おうかなと思って。あ、鉄とバイク買おうかなと思って。あ、本当ですか？GSX は？まあちょっとそれはまだはっきり決まってないんで。あ、なるほどね。とりあえず今日買うんで。マジ言ってる。あ、冗談だと思った。冗談だよ。普通ただの流れ。全然驚かないなと思ったから。マジで買う。本気で言ってんの？あ、本気です。はい、釣りとかじゃないの？これ釣りとかじゃないです。マジで？はい。前から一応他のバイクも乗ってみたいし、欲しいなと思ってたんで。確かに言ってたもんね。そう、前、だいぶ前に多分店長にちょいちょい。そうだね、確かにそれは言ってた。あれ、レーダー J 買う時に新しいの正直買おうかなと思ってたから、出費がみたいな。私言ってないんですけど、動画とかでも、今年新しいバイクを買おうかなと思ってたんですよ。あ、そうなの？はい、DSX を、買い替えしようかなみたいな。それ言っちゃうと、なんかネタバレになっちゃうじゃないですか。あ、そういえば GB と R3、はい、候補に入ってたけど、あれは除外された。あ、もうあれは大丈夫です。あっさり。まあ、店長お祝いというか、ありがとうございますとお祝いもちょっと兼ねて今日来たんで。ありがとうございます。いつも買うまでの下りめっちゃ長いじゃないですか。もういいかなと思って今日買うんで。買いに来たんです。そう、もうバラす。いつも言わないけど、ちょっとこのビットフィレンとか、ビットフィレン、あ、これですか。すっげえ。250じゃなくて、そうっすね、400でいいかなと思って。あ、なんか、あ、400だよ。はい、400。テンション低くないですか？全然なんか、実感がないけど。驚きを隠せないや。そういうことですか？そう。まあ、うちいっぱいね、いろいろバイクあって、試乗できますんで。本当ですか？はい。すげえ。言わないから。言わないから。俺の営業員がかからないまま行っちゃってる。開店前だし。開店前だし。いきなりバイク買うとか言うから。言うだし。本当にちょっと修行をさせてもらいたいです。はい、じゃあちょっと乗りましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。やったー。おお。え、
っと待って。やばくない？これやばい。結構来てるでしょ。起こすんでしょ。起こす。そっから起こす。使った足で。なるほど。片足のつま先みたいな。うん。前傾きついんだよね。おしゃれなバイクで前傾感あんまないかなと思ったんですけど。うん。だいぶスパルタンだよこれ。そうですね。うん、じゃあ今度はスパルトピレン250cc。おお。でもこっちの方がいいかも。あ本当？はい。それねハンドルが高いから。はい。でもこうまっすぐで。うん。パッチ合わせ？あ、そうだね。さっき言ってたじゃん。あ、営業させて。あ、これだわ。出た。ちょっと嫌がってる感じがいいんだよな。困ってる感じの方が。めっちゃかっこいいですね。かっこいいよね、でもね。かっこいい。震える。やっぱ姿勢がいいんで、うん、運転しやすいですね。はい、軽いんでやっぱヒューっていきますね。そうなんか身長漏れませんこれ、うん、ちょっと高そう。身長漏れてますよね。もう GSX より30キロぐらい軽いのかな。だいたいそのくらいです、うん、いやいいなこれ。買おうこれだ。降りた後に言うやつだから。長距離ツーリングしても疲れなさそう。風強いとあれか。でも結構ダイレクトに受けますね。変わるどっちもないから。そうだね、いいです。ちょっとは普通に走れるかもしれない。消えてきたらもうどうだ。まあ、買うんだったら乗り換えなのかなって一瞬思ったんですけど、うんうん、愛着あるんであれ、うんうんうん、YouTube ね始めましたし。あ、そうだね、なんかちょっと寂しいなと思って、うん、残しとこうかな残しとこうかなみたいな。ちょっとはっきりは、まあ、下取りなんかもそんなにねちょっとつかなくなっちゃうから。おいちょいちょいちょい。ちなみに下取り出したらいくらぐらいになりそうですか。アッキーの実力ね、ちょっとそうだな、万円くらいかな。少ね。逆に私が乗ってることによって安くなっちゃったパターンです。あ、それは結構 あるかも。ふざけんなよ。何なんだよそれ。いやもう私のって絶対言わないでください。ステッカー剥がしとくか。いやでも店長本当いいとこ飛ばされましたよね。おい。よかったですね本当に。え、どうですか、慣れました。まあまあそうだね。あれ終わり？次が慣れないね。あ、そっか。東京来て、うん、あ、結構遠いなと思って。暑いんで気をつけてください。倒れない。やばいもん、ね、いややばいっすマジで。なんでうちらバイク乗ってんすかね。頭おかしいっすね。やっぱド M ですね。そうやっぱそれでもちょっと乗っちゃいたいなみたいな。そう、何言ってんですかね。え、マジこれ超乗りやすい。やば。いいじゃねえかよ。いいじゃん。いいじゃん。もうなんかすごいスバルトオーナーになってるね。でしょ。でしょ。もしかしてミススバルトさん。だってミススバルトはちょっと恥ずかしいです。店長さすがに怖っ。やべえマジ倒れたらどうしよう。めっちゃ怖い。あっ、あそっか。あ、いや私はプロバイカーだ。プロバイカー。私は今思い込んでちょっと。あ、走ったら大丈夫。おお、なんかいいな、かっけえなこれ。え、私かっこいいじゃないですか。かっこいい。私がね。あ、いや違う、バイクだ。なんでそういうこと言う。できる女みたいな。なんかイケてる感じ出てます。やっぱこっちも軽いですね。そう、そっちも軽い。振動とかなんかはそっちの方が少しこう、うん、ゴツゴツした感じというか。そうですそうです。え、それ言おうと思ってたんですよ。わかる。うわー、あ、怖い。あ、あ、あ、赤いやつみたいなのは多分250の方がいいのかも。そうですね、ちょっとニーハにしちゃおうかな。やっぱりロマルチ買ったよ。え、どっちも乗りやすいですね。本当、はい、イケてる女になれたし。あ、結構それ気に入っちゃった。そうっすね、見た目もいいし乗り心地も結構いいんでいいかなと思ってます。あ、いや行っちゃったよこれ。いや調子に乗んなよ。はい、すいません。店長すぐ調子乗んだから。すぐ乗っちゃうから。私155センチなんで車高の高さだけ見てたら乗れるかマジで不安だったんですけど、うんうん、どっちも乗れましたね一応。またがってる歩き見ると分かんないね。そうですね。
はい、じゃあちょっと今店長と変わって、ちょっとやっぱスバルト最高だわ。これ視聴者わかんでしょもう。いやわかんない、何も別に、はい。あーいいなこれ、最高。ビッグの時にそのセリフはあんまなんか出なかった。いや言ってました。あ言ってた、うん、言ってた言ってた。いいなね、これね、どっちになるんですかね。ね、もうまだわかんないね。まだわかんないっすよ。このバイクからそれに乗り換えての感想どうですか。あもう一回スバルト乗りたいなと思って出なくなっちゃうよ。いやでもこれかっこいいよ本当に。あのね、かっこよさはダントツだと思う、ビットピレン。ちょっと選ばれし者しか乗れないのかなっていう感じ。正直な感想です。セパハンとか前傾に慣れてる人じゃないと、ちょっときついかもしれないね。そうですね、長時間はちょっと人によってはしんどくなっちゃうかもしれないですね。あのさ、はい、人がバイクを選ぶんじゃないんだよね。バイクが人を選ぶ。めんどくせえな。まあちょっとさ、このタイミングでこんなこと言うのもなんなんだけど、はい、曲がる場所間違えちゃう。え？なんかだいぶまっすぐだなと思って。ちゃんとしてくださいよって思うじゃん。え？もっとより良さを知ってもらうために長く乗ってほしいなって。あ、それでわざと長く走ってる。そうやります、やります。曲がんのかい。はい、市場からね、帰ってきましたってことでね、いよいよ発表の時間です。スバルトピレンです、スバルトピレンです、スバルトピレンです。でしょうね。いや、むしろこれであのビットピレンとか言い出したら、はい、俺はもう全力で飛んでたけど。ということでスバルトピレンでよろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。買いまーす、イエーイ。こんな感じです。はい、おー、いきますね、やっぱり今までで最高かも。あ、マジで。あ、でもアッキー割引とかいいの。割引ですか。うん、いや、割引は別に大丈夫です。今までなんか、うん、あのちょいちょいつけてもらったりしてたから記事のことはもう今回はね、ちょっと言わないんで、うん、はい、あ、原価で大丈夫です。原価はダメだ。原価でいいですよ。原価でいいですよ。うち原価だと儲けなくなっちゃう。あ、なんとか。そこなんとか。なんとか。普通に買います。よろしくお願いします。あれでも、はい、あれ GSX は本当どうする。あれとりあえず大丈夫です。あ、だいなしで、はい、そのままで。わかりました。そしたらまでにちょっと時間あって、はいはい、決まったら了解です。わかりました、また連絡します。はい、買いますか。え、あ、なんか納車おめでとうみたいな、あ、そういうのやんなくて大丈夫ですか。あ、いや、ちょっともうめんどくさいかな。めんどくさかんの。じゃあやりますか。すごい、なんかもう付き合ってやるよぐらいの感じになってますけど。やりたいんでしょ。はい、ご成約おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ということでね、こんな感じで契約したんですけど、まあ、GSX はね、本当どうするか本当に迷ったんですけど、後日ね、それについて動画出すので、まあ、次の動画かに出すので気になる方はね、見てください。まあ、そんな感じでね、今日はこの辺で終わりにしようと思います。ありがとうございました。バイバーイ。二の腕ブル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 マン。二の腕ブル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 マン。ブブブブルブルマン。ブブブブルブルマン。